せめて食料品の税率は上げないでほしい。庶民の切実な声を受けて公明党が実現した軽減税率。すべての飲食料品の税負担を軽くするこの政策は本年10月よりスタートします。 8% に上げた時も国民の皆さんから重い、辛いという声をいただきました。まして 10% になった時はもっと厳しいという声を切実に伺いました。そうした多くの国民の皆様の声が、なんとか軽減税率を実現してほしいという声として私たちに多く寄せられたわけです。しかし野党は当初から軽減税率に反対。与党内では対象品目の確定一つとっても難航を極めました。自民党や財務省の案は生鮮食品のみに限ったものでしたが、公明党は生活者は加工食品の利用頻度が高いとして抵抗。最終的には公明党の主張が全て反映され、酒と外食を除く全ての飲食料品が対象になりました。これにより家庭の食卓は消費増税の影響をほとんど受けないことになったのです。日本はですね、軽減税率に対してものすごく固かったんですよ。公明党がですね、この厚いですね、もう抵抗の壁というものをついに風穴を開けたわけですね。やっぱり公明党が生活者の立場に立ってる、国民の生活を理解している、これできているのは公明党だけですよ。野党の皆さんは軽減税率に反対ばかりしてきました。財務省もどちらかといえば反対の思いが強かったわけです。しかし公明党は一貫して粘り強く国民消費者の立場に立って軽減税率の導入を強く訴えて、これが実現をしたわけです。公明党はこれからも国民目線に沿った政策を実現してまいります。